手ですね。いつも私の手を引いて導いてくれる頼もしい手です。でも頑張りすぎて辛くなった時はどうか私から手を取らせてください。私も同じ気持ちなんです。ずっと笑顔でいてほしい。力になりたい。ただそれだけで。諦めないことの大切さを何度も教えてくれたから、私絶対に諦めません。あ、仕掛け人様、そうなんです、ご覧になってください。ほら、この衣装とても綺麗だと思いませんか。いくつもの星を散りばめたような。なるほど、そういう光なのですね。汗や涙やそういう小さな光。あ、でもだとしたらこれは私だけの光ではないのだと思います。いつも応援してくださるごひいき様方や劇場の仲間たちや仕掛け人様、皆さんのおかげで私は大和なでしこになれたと思うので、これは皆さんの光です。いろいろな方の思いが詰まっているから、この衣装はこんなにも輝いて見えるのですね。はい、もちろんです。改めて素敵な衣装をありがとうございます、仕掛け人様。私、皆さんの光と共に舞台に立って、大和なでしことして精一杯輝いてみせますね。少しだけお時間よろしいでしょうか。せっかく景色の綺麗な場所へ来られたので、よければ一緒に散歩でもいかがかなと思いまして。仕掛け人
うか。少しは気分転換になりましたか？はい、仕掛け人様、今日は朝からずっと忙しそうにしていらっしゃいましたから。私ずっと気になっていたんです。もしかして無理をされているんじゃないかって。仕掛け人様はいつも一生懸命で、その分一人でいろいろ抱えられてしまうお方ですから。いえ、そうではなくて、むしろ気を使わせていただきたいのです。私まだまだ頼りないとは思いますが、少しでも仕掛け人様のお力になりたくて。支えていただくだけでは嫌です。私も誰かを支えられる強さを身につけたいんです。私も二人で過ごせて楽しかったです。これからも共に支え合って歩いていきましょう、仕掛け人様。